浜川御嶽は百名ビーチの北端の崖の上に鎮座している御嶽で、琉球を作ったとされる神天海清が百名ビーチの八原塚社に降り立った後、この場所に湧く泉で旅の疲れを癒すためここに仮住まいを作ったとされています。その後天海清は高台のミントングスクに移り住んだと言われています。うっそうと茂る古い樹木、清らかな水の流れる泉、岩山の下に設けられた祠や香炉など、そのどれもが聖地の神聖な空気に満ちています。ご視聴いただきありがとうございました。次回のチャンネルでは、あがりうまいの第13番目の聖地、天海清が住まいを設けたとされるミントングスクについて紹介する予定です。お楽しみに。それではまた。バイバイ。